生です。家族で一緒に住んでても、病気になる人もいれば、ならない人もいる。この謎を解明しなくては。うん、わからないときは、先生に聞こうっと。先生、病気になる人とならない人の違い、教えてください。こんにちは。病気になる人とならない人、確かにありますよね。健康に気をつけている方の方が病気になったり、不摂生している方の方がむしろ元気だったり、これには一つの原則があります。その体は陰陽のエネルギーで成り立っています。ではこちらの図で説明しますね。体が健康な時、陰陽のエネルギーのバランスが取れています。陽は熱のエネルギー、運動性、上に上る、外に出るというエネルギーですね。陰は冷やすとか、静かに安定させるとか、下に下ろす、内に集めるです。それでこの陰陽には個人差もあります。例えば男性は女性よりも陽気が多い目だから、多少の冷えが入ってきてもカバーできてしまいます。冷えに強いっていう形ですね。ああ、確かに女性の方が冷え対策している方多いですよね。そうですね。この陰陽は男性女性だけじゃなく若さもそうです。赤ちゃんは陽のエネルギーが非常に多い。年を取ってくると陽気がだんだん少なくなってきたりもします。そうか、陰陽のバランスで暑さ寒さに強かったり弱かったりがあるんだ。そう、それが一つのパターン。あとは元気すぎて反応が敏感することもあります。元気すぎちゃダメなんですか？元気すぎると声が大きいとか、ほらうざいっていうのか、病気が入ってきてもオーバーリアクションになってしまうことがあるんですよね。表現が派手っていうのかな。あ、わかります。イメージで言うと鼻がムズムズするとき、普通の人ならクシュンとくしゃみをするけど、元気すぎる方はヘクションオラーコンチクションとなります。そうです、そうです、そんな感じ。これが熱でも大熱になったり表現が派手になる。だから子供さんなんかは元気がとても多いから病気の表現が派手になることが多い。親御さんの方が調子は悪いんだけど表現が少なかったりということもあります。なるほど。普段病気しない方がするとひどかったりするのもこれですね。そうですね。あとむくみバリアを持っている人も病気になりにくかったりもします。むくみバリア？皮下脂肪が厚めの方、全身がむくみのために外からの邪気が入りにくいんですよね。全身ウェットマスクで覆われているような感じです。このむくみバリアに邪気が付着して中に入ってこれないんです。なんかいいような悪いような、そんな方いますか？結構ありますよ。お風呂に入っててもなかなか芯まで温まらないで、出たらすぐ冷えちゃうと。むくみバリアがお風呂の温かさも中に入らせてくれないんですよね。でもこの方は中が熱くなった時にすぐに熱が吐き出せないので、のぼせみたいになってしまうこともあります。それあります。そうか、むくみバリアだったのか。たまに汗かいて中と外の空気入れ替えりますね。ハイエタソンで運動しようっと。そうです、運動いりますね。病気にならないようにするには自分の体質を知って、暑さに強いのか寒さに弱いのか、強みと弱みを知っておくことが大切です。それから病気は体が調節しようとして現れた表現ということもあるということ。むくみバリアの人は、むくみバリアの方は病気になりにくいからといって油断しないことです。代謝が悪くなりやすいから定期的にデトックスをして、体の中にいろんなものを溜め込まないように注意してください。そうか、自分の体質を知る必要がありますね。それが病気にならない秘訣なんですね。もっともっと勉強頑張ります。いつもニコニコ注意が笑顔の処方箋。あなたは一人じゃないからね、心配しないで大丈夫、弱音を吐いてもいいからね、不安な気持ち話してみて。昔の人は知って
いだからだの取説元気のレシピ時代のノイズに隠されて本当のことを